こちらに来ております。トヨタ博物館でございます。やっぱ昔もやっぱガソリンタンクとオイルタンク間違えないようにちゃんと昔の人はこうやってテープラン貼ってたんです。踊るんじゃない。買いますっていうね。シルビアですよ。最初のシルビアはどこだろう。この時から後部座席に人権はないんだな。え、ドラフィッシュ1年だろ。年一緒だよ俺。これ年一緒や。え、30歳なの。かっこいいな。タイヤでっかいね。でかいよね。しかもこのディスクでかくね。ホイールくらいあるよねこれ。普通の車のこれ用途もあるんだろうな。ロゴ好きポイント。クーラー調和の場所、ボンネット、ダクト、カーボン、トップ、カーボン、メーターフード、カーボン。どうせ後ろもカーボンなんでしょう。はいはい、軽そうだね。やっぱレッドカーボンいいな。はい、どうもチャンネル隊長の隊長です。いいです。今回もね、引き続きトヨタ博物館でちょっと遊んでおりますけども、はい、今回はですね、文化館、はい、こちらに行きたいと思います。じゃあ行きましょう。そう、これね、10月30日から来年の4月17日までこの WRC 日本車挑戦の奇跡っていうね、イベントって言いますか、展示車両でね、うん、これもね見に来たからまた行きます、はい、いやー楽しいですね。楽しいね。行きましょうか。え、めちゃくちゃ面白いよ。あ、すごい。おお、めちゃめちゃ面白いじゃんこれ。あ、やったやったこれ。すごい。ガラス。クリーム系ゲーム。すごいよ。ファミニ四駆。え、今こんなもん展示してんの？うちにあるやつ。あ、うちにあるやつですね。うちにある。トランスフォームインプレス。ちょっと歩くせいと可愛くない。こんな変わる。まあでも2年も来てないやつ、それ変わるわな。自分で挑戦するやつ。ほんとだ。すごいすごいすごい。作り方が。あ、こうなってる。ほんとだ。順番にこう。あ、すごい。開けて。今のあなたの気持ち当ててあげようか。うん、車プラも作りたい。作りたい。作りたい。作りたいな、これ。わかるよ。帰りはプラモデル屋さんだな。プラモデル屋さんだね。すごいな、ここ。ちょっと楽しい。あ、ほんとだ。なんかちょっと、こう。デロリアンもいる。あ、ほんとだ。ちゃんと2015年だよ。あ、ほんとだ。ほんとだ。ドクもいるやん、ドク。すごい。すごい。馬車まである。すごい。え、レオナルド・ダ・ヴィンチの自走車向け。素晴らしい。高いね。あ、高いわ。あ、すごい。ジャガーとかあるよ。え、このジャガー可愛くない？なんか。こっちがいいジャガー。こっちのジャガー可愛い、なんか。可愛い。今のジャガーこんな感じだもんね。こっちに近い。これは1920年に作られたスイフトスポーツに使われたってやつかな。違いますね。違いますね。あ、すごい。ちょっと怖い。ちょっと怖いね。なんか光系の歌みたい。ねえ。あ、ここから一応あるんだね。この自動車玩具とゲーム。初めてのおもちゃ、車の。うん、ねえ。あ、これラジオコントロールか。ラジコン。
おお。サーキットの方か。本当だ。めっちゃやったよ、スーパーミニマリオカート。面白かったな、俺もやったよ。移動は文化。移動は文化を育み、文化は移動を誘う。モーターショー、モーターショー1895年、世界初の自動車レース、空気入りタイヤが登場したのもこのレースです。エモいね。右元、これはこっちの。あ、本当だ。このさ、このいや、いつから左読み右読みになったんだろうね、これ。1943年。本日車同時。え、右読み左読み、どこで切り替わったの？わかんないね、これ。こうだ。あ、ダイハツ号だ。家の部屋どっかこんな感じにしたい。ギャラリーにしたいな。おお。すごい、なんかエンカウントした瞬間じゃん。あー、いいね。おしゃれじゃん、これ。おしゃれだな、これ。すごいね、こんだけ人が乗れて荷物もこなせますよってのは、この絵一つわかる。でも一人置いてきてもいいですね。ほんとですね。置いてきてもいいめちゃめちゃスマシ顔だけど。あ、来た来た。マイティーボーイ、かっこいいよね。マイティーボーイね。ずっとこの車駐車場に立ったあれ、ね、気持ちにしわかんない。うーん、マイティーボーイ。くれんかなって。ね、もうなくなってたよ。なくなってたか。もうここら辺からは本当なんか全然まだ僕たちでも馴染みがまだあるブーブーシリーズだね。かっこいい。かっこいいね、これ。スカイラインのカタログやべえ。あのセルシウムいいね。あ、ほんとほんとほんと。お、一緒じゃん。なみなみじゃん。一緒じゃん、じゃん。一緒一緒。PCD100。やめろ、人権の話。PCD100。 おい、人権ない話、個別の PCD100 の話はやめろ。いや、どれだけ難しいね。楽しいね。めっちゃ楽しい。すごい。そう、この下にスイフトがあったの、まだ健在かな。ああ、スイフトあったね。うん。あ、あるぞ、あるぞ、ある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 、ありました。あ、でも乗れんくなっとる。これ昔はね、これ乗らせてもらえたんだよね。スイフト。今はもう乗れないんだ。昔はね、これみんな乗って写真撮らせてもらったんだけどね。うん、面白かったね。面白かった。乗った後スイスポ買ったんだよ。そうそう、だからこれを買うとスイスポの買う呪いがかかってるかもしれない。見て、トミカランドだよ。欲しいな。ドコモショップあるやん。バーミヤン。バーミヤンある。ねえ、うわ、この消防署俺持っとったよ。うん、子供がこういうのめっちゃ持っとった。目的地がここしかない。道路が、道路どうなってんの。本当だね、これ夢やんじゃん。夢やんしか入れない。夢やんしか入れん、この道。ユニオンしか入れん道路。やば、この青い車どっから出てきたの。本当だね、これ。ユニオンから出てきたの。え、何、カブの2巻のドルマッツみたいやん、あれ。おー、リリー事件起こしたい。おあら、あら。本当だね。行かなくてもいいみたいですね。そうか、これも読んでたんか、俺たち。あれよ、プラも作りたくなるから、うん、プラも置いとくんよ。なるほど。あー、できてるね、この店。店じゃねえよ、この博物館。恐ろしいわ。恐ろしい、豊博恐ろしい。
ケタ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 、すごい。あ、これあなた、これシビックだよ。うわー、買っていい。25,080円です。お、記念写真撮影用パネルだって。おお、いいじゃんいいじゃん。同じ顔撮ったよ。ほんと？うん。スバリストの皆さん、お待たせしました。スバルのお時間でございます。見えちゃったね。見えちゃったね。スバルのお時間だよこれ。やっちゃった。はい、いました。これラックだね。このあのショップのやつだねこれ。本当ラック、めちゃ強いよ。私自慢じゃないですが、一度これ座らせていただいたことありますよ。マジ？これの1個前だったかな、何年か前にラックに行って乗せてもらいました。今年の終わりぐらいまでだって。お、今年の終わりまで展示されてるそうです。皆さんご興味ある方ぜひ見に行ってください。中もすごいね。あ、実際に走ってる映像が見えてます。あ、すごい。なんかあのコドライバーによって英語と日本語とかが違うんだね、うん、なんか実況みたいなコドライバーだね。ね、なんかすごい流暢な英語の発音のイメージがあったけど、うん、なんか実、ね、実況みたいな、実況だったね。なんかサスケの実況みたいな感じなのね。すごい面白い。これ何、これ MR2 だ。あっちはセイカだよね。あ、すごっ。そう、いや、かっこいい。え、これを走ったことがないんだって。はあ、もったいない、ね、実にもったいない。そうなんだね、すごいな。え、うわ、やば、デロリアンだ。何が何だか、これタイムスリップするね、やつだね。え、何このマフラー、何これ、どうなってんのこれ。2本、大小2本。いや、これ実際足取ったら多分 MR2 の立場ちょっと変わっとったかもな。はい、僕ら子供の時すっごいこれのね、ミニカーとかラジコンとかめちゃめちゃ出てた。いや、かっこいいね。ちなみに子供の頃さ、このセリカの まさにこのカラーのラジコンをおじいちゃんがくれたんよ。で、おじいちゃんがくれたんだけど、そ、何の車か分かんなくて、俺は父親にこれなんて名前って聞いたら、スープラだよって言われて、俺はこのセリカをスープラとして覚えて生きてきた。かわいそうに。15歳の時に知った、これはスープラではないと。お父さんの罪を覚えて。そうなかなか見応えがありましたね。どうもお疲れ様です。お疲れ様でした。久しぶりに来ましたけど、トヨタ博物館。いや、文化館の方がめちゃくちゃ変わっててびっくりした。すごかった ねあれはね、面白いですね。なんか今日はあっちがメインぐらいのちょっとテンションになっちゃったね。わかる。いや、ほんとすごいね。これ多分車興味ない人でも全然楽しめるね。うん、面白い。なんか車だけじゃないからね、いろんなね、歴史が見れるの。そうだね、うん、ご飯もうまいしな。ご飯もおいしい。いや、ぜひね、皆さんトヨタ博物館遊びに行ってみてください。はい、おすすめです。ガシャ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 。今独身寮壊してるから。はい、じゃあそれじゃあ皆さん、ご安全に。ご安全に。バーイ。